どうも、めちゃめちゃめちゃです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、春隊についてね、いろいろね、ちょっと話していこうかなということで、春隊をね、舐めてるやつね、絶対見ろということでね、このね、春の大会におけるね、メリットっていうのを、ちょっとね、しっかりね、話していこうかなということで、あのね、このね、春隊っていうのは、高校野球ってまあ、3大会あるんですよね、まあ、どのチームも、それはね、秋、新チームの秋の秋隊で、これはね、選抜につながるんですよ。ほんでね、まあ、春隊で、これはね、甲子園がないんですよ。ほんで、夏隊ってね、この3つがもう大きくね、まあ、その、どんだけ弱い高校でもね、この3つが、まあ、大きい大会になるんですよ。ほんでね、そっからね、まあ、派生していくのあるじゃないですか、秋勝って、その中でね、つい秋で、その県内で優秀な成績残したら、近畿大会とか、関東大会とか、東北大会とかそれぞれあって、ほんでそこでまたね、さらに優秀な、ね、成績を残したら神宮に行けるとかね。まあ、こう、勝ったチームはこういろいろね、派生していくんですよ。まあ、春隊も、勝ったら近畿大会ってなっていくと。ほんで、夏は、ね、県内で、優勝したらもう夏の甲子園出れると。ほんで、夏の甲子園でね、いい成績残したらね、あの国内出れるとね、そういうねシステムになってるんですけど、まあ比較的ねこの春隊っていうのはまあ大阪桐蔭が、そのフルメンバーで後編勝ったりとかね、春ってちょっとねみんなが甲子園関係ないからっていうのでそんなに、ね、本気で行かないとかいうねイメージをね持っている人が多いんですよ。だからこう春はちょっとこう捨て身で、強豪校同士が当たってもこの牽制し合うみたいな感じでね思う人が多いんですけど、この春隊の一番の目的とか、一番、春隊のメリットって何かっていうと、これだけは覚えとってほしいんですけど、甲子園出えへんかったチームってあるじゃないですか、選抜に甲子園出れてないチームって、もうほぼ 100%、この春の大会の成績が、大学の、言うたら推薦とかに関わってくるんですよ。だから春早く負けたりすると、スポーツ推薦とかはね、正直もらえないんですよ。だから春隊っていうのはみんなが思ってる以上に、めちゃくちゃね、大事なんですよ。でもそれを、あんまりね、世間的にはね、あんまり言わないんですよね。それはなんでかっていうと、やっぱり、ほんまの強豪校とかはやっぱりね、その選抜とか出て、ある程度進路とかをもう、推薦来るんですよ。だからこう手抜いてるね風潮とかが結構あってなんかそれをこうなんか言うとやっぱ相手にね失礼とかね、そういうのがありるなんかそういう手抜いてる高校とかある中本気でやるのとかってちょっとこうこっぱずかしいみたいな、ねところがねあるからあんまりねそういうね話をしないんですけど、このね春成績を残せば残すほど進路はね必ず良くなるんですよ。だからこうね春の段階で春隊とか、そういうね上の方の試合になってくるといい選手がおったりするとスカウトとかねされるんで、だから春のね成績が悪かったりすると、進路はね、結構狭まります。だから夏の甲子園とかで結構ねその自分の知り合いとかももうそれは甲子園で、ね、出た人ね結構いっぱいいますけど結局そのプロになった人とかはやっぱりその夏の甲子園でバーンって跳ねて、プロになったりとかあるんですけど大学行く人とかはね夏の大会の前にも基本的には進路決まってるんで、でその夏を終えて何て言うんですかねさらにこうスカウトみたいなね、感じはあるんですけど、基本的にはもう大学ね、どこ行くかっていうのは夏の甲子園の前に決まってるんですよ。だから、夏の甲子園出て、活躍していい大学とかに呼んでもらおうっていう考え方は、かなりね、危険なんですよ。だからこそ、春、頑張って活躍してスカウトもらう方が確実に、スカウトも来ますし、大学とかね、いい進路に行けるんで、だから夏頑張ろうと思ってるっていうのはかなりね、リスクなんで、まあその夏もね、春もね、両方頑張らないとダメなんですけど、この春を舐めとったら、その進路的にね、かなりね、悪くなったりするんで、だからまあ僕が思うにはやっぱり、夏も、それはね、甲子園あるんで、めちゃくちゃ大事ですけど、
春はね、ほんまに進路とかね、その後の人生で長く見たらね、春の方がね、大事って言ってもね、過言ではないぐらいね、春の、ね、大会って、ね、大事なんで、だからね、皆さんは、頑張ってね、ちょっとこの春ね、結果残してほしいなと。ほんまに強豪校だけですから、ああやってこう、桐蔭とか、そういうレベルのチームは、こうね、春抜いても、もうそれなりにね、進路とかね、有名なところとかからね、なんていうんですか、スカウトとかがね、来てるから別にね、いいんですけど、基本的には、進路とかね、ほんまないんで、弱いチームは。だからそうやったら、ちょっとでも上出して、上目指して、春大ってね、ちょっとでも名前、売れたりしたら、すぐね、スカウトとかね、来るんで。だからそういう意味でもね、この春の大会ってのはかなり大事だと思うんで、皆さんはね、しっかりね、取り組んでくださいと。進路だけで言うとね、秋、春、夏で言うと一番大事なのは春なんで、まあその甲子園出たりとか出えへんかったりとかあるんですけど、春の時点でね、推薦もらわれへんかって、夏の予選とかで活躍して、推薦もらえるとかね、思ってる人は大間違いですから、夏ね、どんだけいい成績残す方が、大学からの、ね、曜日とかね、甲子園出て活躍して、呼ばれるとかね、あるかもしれないんですけど、大半は甲子園出れないじゃないですか。で、甲子園出れない、予選でいい成績残して、大学決まるっていうのはマジでないんで、だから大学野球で決めたいとか、野球で行きたい人は、春ね、活躍して、春はね、結構ね、大学関係もね、かなり見に来てるんで、だから春をね、とりあえず結果残すようにと。ほんまにね、夏は、進路を決めるんじゃなくて、ほんまに高校野球の集大成の、あれなんで、だからもう大体もう、夏で絶対進路決めようとか思ったら、ほんまにね、ババ見ますから。これはもうかなりね、高校野球やってたね、僕のアドバイスということで、聞いてくださいということで。まあ、高校野球なんでね、その3年間ね、バーってやって、この春を抜こうってね、気持ちにはね、別にならないと思うんですけど、ね、甲子園ないからってとかいうね、考え方をね、かなり危ないのかなと。なんかあるじゃないですか。春あんまりデータ取られたら嫌とか、そういう、ね、気持ちもわかるんですけど、やっぱりね、そのちょっとデータ取られたぐらいでね、夏ね、ボコボコにね、打ってくるなんてね、まああんまりないと思うんで、まあでも一回見たらあれか、まあ免疫つけるのはあれですけど、まあ、ほんまにね、全体的なね、そういう進路のあれとかを考えると、野手は特にね、春は気合い入れて、頑張った方がいいなと思いました。はい、ということで、皆さんが思う、この春帯のメリット、デメリット、秋、夏の、ね、メリット、デメリットあれば、ぜひコメント欄に。それじゃあ、次の動画で会いましょう。お疲れ様。